今日は初めてサンリオピューロランドに遊びに来ました。屋内と聞いてたのでカウンターを置いてきた。寒い。というわけで初めてのピューロランド、とっても楽しみ、遊んできます。行きましょう。初めてのピューロランド、クリスマスだ。そうですね、この季節。あれじゃん、耳をなんかつけるのを買いましょう。それポチャッコですかね。ポチャ2種類ありません？モコモコとマイメロ。かわいい。クロミちゃん一番人気です。片っぽ石川さんにこれ。かわいそう。メンズに。メンズに。確かに。これにしようか。あとでお買い物するでしょ。最後お土産行きましょう。お土産めっちゃ買っちゃいそう。あ、クリスマスなんだ。どっちにしようかな。緑すごいね。辛さもありますね。え、かわいい。でもコロッケのカレーも美味しそうじゃない？確かに。コロッケのカレーにしようかな。ブラック？ブラック。あ、黒くなっちゃうかもしれない。え、でもクリスマスのやつもでもあるから、一人がいいかな。これとこれ2つ。そうしましょう。石川君は？宇野さんはどれにするの？これとこれを大貫さんと2人で。あら、私はじゃあポチャッコのシューマイカレーにします。これ？はい。かわいい。というわけでランチタイム、来て早々ランチタイム、めちゃくちゃかわいいカレーを頼みました。私はこれ、キティちゃんのクリスマス限定カレー。美味しそう。かわいい。美味しそうというかかわいいね。すごくない？クオリティ。楽譜持ったキティちゃん、クリスマス限定みたいです。これもクリスマス限定ということで頼んでました。グリーン。何味？キキララカレー。ハンバーグカレーです、こちらは。食べてみましょう。ウーロン茶頼んでもこれだよ。やばくない？ウーロン茶。一応ポチャッコ大好きなんだ。大好きなんですか。一緒に来てくれた石川くんのカレーはポチャッコです。ポチャッコ好きなんだ。好きです。好きなキャラクターでなんかちょっとわかるね。確かに。なんかその人の遊び背景がわかる。わかりそう。これがコーンスープ。ではいただきます。キティちゃんの顔からいただきます。ちょっとごめんね、キティちゃん。これ辛くないカレーって書いてあるから甘口。うん、美味しい。甘めの懐かしい味って感じ。美味しい。うん、なんだろうこれ。なんだろう。キティちゃんの顔が描いてる。コロッケだったら上がるんだけど。ジャッコとケロケロケロピーが好きで。あ、そうっていうほどあるんだ。そうなんです。いや結構でも男の子でサンリオファン結構いるイメージありますけど。ジャッコ好きってなんかいい人そう。本当ですか。サンリオキャラ診断みたいな。ありそうっすね。ねえ、できそう。ケーキを頼んじゃいました。50周年の記念限定キティケーキ。かわいい。あっ。歴史あるんだね、キティちゃん。すごい可愛い。王冠乗ってるよ。キティの王冠。いただきます。ショートケーキかな。美味しい。これイチゴだわ。生クリームもイチゴだわ。イチゴのショートケーキ。なんか可愛いのにめっちゃ美味しいな。これはみんなで食べましょう。大貫ちゃんちはクロミちゃんが好きな。いやー違う。あ、私ハンギョドン。あー、ハンギョドン好きなもんな。重いね。逆に私がちょっと最近の知らない。ハンギョドンが今の子には人気なんだ。いや、なんかクロミちゃん好きっていうのが恥ずかしいかもしれない。なんで恥ずかしい。え、女の子すぎちゃって。いいじゃん。恥ずかしくてハンギョドンの方が。何その感じ。
やだ、アンギョドンに失礼だ。確かに、クロミちゃんだとちょっと、えみたいな。確かに、ハンギョドン好きなんですって女の子、ちょっとおってなりますね。受けるの簡単すぎるじゃん、まんまと。まんまと。後ろにはクロミちゃんがいるのに、ハンギョドンっていう、面白い。ハンギョドンに失礼。本当だよね。まあまあ、でも、そういうのあるよね。学生の時はマイメロ、めっちゃ流行ったマイメロ。あとあれあれあれ、マロンクリームが好きだった。マロンクリーム知らない、やめてよ、そこでこの夢の場所でさ、夢の場所でまさかの私のジェネレーションギャップを探すのやめて。いや、見ればかるわ。ああじゃないよ。でも、私名前マジで存じ上げず、多分産業のベテランの方ですね。ベテランやめてよ。今めちゃくちゃすごい数のキャラクターがいるんで、わかんないキャラクターもいっぱいいますもんね。ペンギンもしてる。あ、タキシードさん。あ、そうだ、そうそうそう。へー、好きなんですよ。実は好きなんです。今日は普通に来たかったって。来たかった。あなたが普通に来たかったって。誰よりもはしゃいでる説。あと、男の子に人気なのが松丸くん。あー、バッと松丸ね。でもバットが詰まるって私の頃に出たんだよ。あ、そうなんですか。めっちゃ人気だった。僕が学生の頃急にめちゃくちゃ流行ったのがキリミちゃんって分かります？あー、キリミちゃん、鮭の。あで、あれ実はサンビオって俺知らなくて。あれサンビオなんだ。らしいです。面白い。徐々にテンションが上がっていく感じです。だんだんこの空間にハマっていく。ここにかくリンルームっていう感じです。すごい、プリンだらけじゃん。見て、プリンだよね。こんないろんなパターンのプリンちゃんいるんだ。オレンジとか。かわいい、安い。これ何？これ。ペンギン？ペンギンパターン。めっちゃ可愛くない？ベロ出してる。めっちゃ可愛い。おにぎり持ってる。おにぎり。これ見て、おにぎり持ってる。本当だ。超可愛い。なんだ？ここが座るの？あ、そうですそうです。3人誰も気づいてないやつ。思い出できました。かわいい。
行けなかったな。おやばい。おお。あ、でもゆっくり。よかった。慌てた。おお。すごい、なんかいい匂い。なんかいい匂いじゃない。知らないね。わかんないね。松丸以外わかんないね。雲のユーポートで出発だ。すごい。出た。こうやって外に出るんだ。すごい楽しい。あ、見渡せる感じ。きっとうまくいくよ。ですよね、最後の最後のアベンジャーズみたいな感じ全員登場。バービーの写真うまく撮れてるかな。近くが一番楽しそう。メイクたちに立てこうかな。 ありですね。メイクに買おう。メイクとかマジで同じものを買わないと絶対喧嘩になるから。あ、そうなんですか。おゆきちゃんと石川くんもなんか欲しいものあったら、欲しいものあったらここに、マジですか。ここに入れていいよ。ポムゾーン。あ、いません。ポムちゃん、これポムゾーンなの。ポムのお友達。ちょっとマークリームのコーチなんだけど。あら、やだ、あらじゃない。あらハンカチとかわいいシール、シールシール、シールとしてシールに発着年じゃないんだけど。あれ、これチーカーコラボ。だ、チーカーは。すごいんだけど。クロミちゃんは飾らなくていいの。クロミちゃん確かに。あとクロミちゃんって今後言えるように、言えるように、言える女になる。あ、磁石、磁石。あ、で、立たせるようになってる。本当にこれでいいの。もうないの。なかなか来れないからね。ぬいぐるみが結構下で埋もれちゃってるからかわいそう。